今日はこちらですね、西武渋谷に来てます。ちょっと気になるポップアップやってるみたいなんで、ちょっとフラット見てこようかなと思います。さあ今回は11月の上旬に開催されていたポップアップショップですね。こちらスケータージョンというね、クリエイターさん、まあ、クリエイターさんというかもうこのワンちゃん自体がスケータージョンっていうキャラクターなんですけど、しばちゃんさんという方の、作っているキャラクターのポップアップですね。NFT とかキャラクターデザインとかね、グッズ販売とかで活躍されている方なんですけど、これがねマジでちょっとぶっ刺さっちゃって、この青と白の感じ、まあ多分こうパッと目に入ってきた感じで、ね、僕の好きそうな感じってわかると思うんですけど、今回はこのポップアップを見に行ってきました。西武の渋谷で開催されていましたね。めちゃめちゃ可愛い。もう西武渋谷のあのエスカレーター上がったらすぐにこうね世界観が広がっていたんですけども、もうね今回はアイテムの展示が結構メインだったんですけどね、どれもめちゃめちゃ可愛かったんですよね。あのパネルとかもねめっちゃキャラクターの世界観出ててすごい良かったんですけど、グッズですね、本当に物販、立体のフィギュアとかもあったりして、どれも非常にね可愛らしい感じでございました。色がねあの青と白で結構バチッとあの統一してる感じがあったんで、それも非常にね可愛かったですね。アパレルとかパーカーとか、ね、T シャツとかもどれも可愛かったですね。本当に初めて、知った方ですね。最近本当に Twitter、まあ、X ですね、 X の方で最近こう、知った作家の方ですね。かなりこう台湾とかではもう人気の作家さんみたいで、イベントの様子とか見るとねすごいあの大にぎわいな感じでございまして、で西武の渋谷の時も初日すごいねあのお客さんいらっしゃったみたいで、僕はこうちょっと空いてる時間を狙って、あの平日の真昼間ちょっとお昼前とかに行ってゆっくりね写真撮らせていただいたんですけど、楽しい展示でございました。なんかスタッフの方もねあのジョンのパーカーを着てたりしてて、あの非常に本当にその空間、本当にスケータージョンの世界に入ってるような感じでしたね。映像とかも置いてあったりして、パーカーが可愛かったですね。あの青いパーカーがねめっちゃ可愛かったですね。はい、そんな感じですね。ポップアップはね西武渋谷でも終わっちゃってるんですけど、ちょっとまた日本でねポップアップやるときはまた見に行きたいなと思いますね。そうグッズで、僕はね今回グッズ実はあのどんなものを販売してるか事前にこうね SNS の方で見ておりまして、まあ、とあるものをちょっと目当てに、まあ、それも買いたくてちょっと実際にこうポップアップに足を運んだっていうところもありますね。まあ渋谷が自宅からねそんなに遠くないんで、あの気軽に行けるのでね、それもあってあの足を運んでみました。いや本当にポップアップはね実際に現場に行ってグッズとかねアイテムの実物を手に取って楽しめるので、本当に楽しいポップアップショップでしたね。西武渋谷はね他のフロアにあの紳士服のコーナーとかにあのアートソフビとかアートトイの展示があったりするので、西武渋谷だけでも結構ね楽しめるんですけど、まあ、今回はこのポップアップで楽しんできました。さあということでお疲れ様です、バーナードです。こちらですね、スナップ&ジョンっていう感じで、これジョンの、展示のグッズですね。ちょっとお土産に買ってきました。めちゃめちゃ可愛いピンズ、これやばいですよね。この色、この青と白のね色味もめっちゃ最高で、このピンザーには嬉しい2つ穴の2つボコのピンズで、めちゃめちゃ可愛くないですかこれ。フィルムデートっていうね、ちょっとインスタントカメラ風ですね。まあ、ちょっといろんなグッズ売り切れちゃってたのもいろいろあったんですけど、僕はこのピンズをねもう間違いなくチョイスですね本当に。このね35フィルムの、箱にジョンが入ってるような感じのデザインですね。めちゃめちゃ可愛い、いいっすね。このやっぱ台紙も間違いないっすね。台紙もめっちゃ可愛くて、フィルムデートという感じでジョンが、箱に入ってます。ちょっとこれ一旦ちょっとねどんな感じか出してみましょうか。針の部分も黒くていい感じですね。 Always John っていうね印字があります。さあこんな感じですね。いやーめっちゃいい、いやークオリティも高いですね。しっかりこう浮き彫りになってる感じで、
いいですね。この左にカタカナでフィルムってね、これ結構文字をやるのって結構難しいらしいんですけど、しっかりデザインされてますね。ISO感度100の36枚撮りのフィルムの箱ですね。フィルムデートシャープっていうことで、いやこれはちょっと普通にファッションとしてつけて間違いない感じですね。普通につけて出歩きたいピンズですね。さあ、というわけで今回はスケータージョンさんの日本初ポップアップに行ってまいりました。ちょっとね、日付がね、あの11月の上旬とね、かなり時間は経ってしまっているんですが、まあ、ちょっとこうピンズ紹介 Vlog っていうところで合わせてね、ポップアップの様子も映させていただきました。あの撮影もね、あの当日いらっしゃったあの青いパーカー着たあのイケメンなスタッフさんがね、あの承諾していただき、本当にありがとうございます。まあ、こういうね、ポップアップ行くとね、こういうピンズとかは特にそうなんですけど、これピンズってね、普通にこうグッズ販売とかお店とかショップで置いてることって結構少なくて、こういったねポップアップとかで購入することができることが多いので、ちょっとねいいなと思ったキャラクターとかのポップアップにはちょっとね足を運んでピンズがあれば、集めていくという感じでディグっていこうかなと思います。今はね多分このピンズ買おうと思うと結構大変だと思うんで、まあ、その時その時だけのね、もう本当に記念の本当に限定のお土産っていう感じですね。もうスーベニアピンズっていう感じで集めていけたらなと思っております。はい、というわけで今回は、スナップ&ジョンピンズの紹介でございました。ピンズ Vlog ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。Thank you.